中原金氏は日本の政治家。長野県の在京軍人有志で結成された政治結社新集合運動士会の理論的指導者であり、体制翼3回では中央協力会議部副部長として新体制運動を担った。郷脇雲子。下稲郡流行村の地方名簿家、中原ジブエモンの次男として生まれ、旧西伊田中学を卒業後に、 早稲田大学文科予科に進学した。1912年に、坪内逍遥が主催した、文芸協会演劇研究所の第一期生として入所し、俳優を目指した。同期には、川竹茂都氏、松井須賀子らがいる。俳優を目指していた、中原であったが、長男である兄が死去したことを受けて、俳優の夢を断念して1913年、大学予科終了後に帰郷した。 帰郷後、不評第60連隊に一年主眼兵として入営し、さらに1915年に再訓練を受けて、不評勝位に任官した。この年に行われた第12回衆議院議員総選挙に立候補した、樋口竜京の選挙運動を支援し、同じ選挙区から立候補していた、伊原ゴロベ衛の出馬自体工作や下稲郡における、大熊博公演会の支部結成に関与した。 日口は、この総選挙において、得票第3位で、初当選を飾ったが、これ以降も、中原は日口を支え、歩みを共にした。1915年7月、南進地域における、立憲同志会計地方紙の品野自治新聞社に入社し、1919年には、南進電気株式会社の支配人、後に監査役に就任した。1924年10月、 ライル事件が発生すると、下稲郡の地方名簿仮想は、下稲郡国民精神作公会を結成し、青年の思想全道を目指した。中原は、これに理事として名を連ねるとともに、1925年に、下稲郡役所で開催された、軍教問題対談会に、在京軍人会代表の一人として、論人を張り、これ以降、 下稲郡国民精神作公会の主相者であった森本修大らと協力しつつ、右翼系団体の結成に努めた。中原は森本を介して全日本広告同士会に参加し、さらにその地域団体としてなお強者準備会を結成した。1931年、このなお強者を土台として愛国勤労党南進支部を結成し、 同年9月に施行された長野県議会議員選挙に中原は出馬し、初当選を飾った。翌年2月に施行された第18回衆議院議員総選挙にも出馬したが、中原への支持が広がらず得票再開で落選した。中原は在京軍人の政治的組織化を目指し、1932年5月に在京軍人有志らと共に新集合軍同士会を結成し、 同会の理論的指導者となった。新集合軍同士会は、1933年に、気流悠々が、関東防空大演習を主婦を発表したことを受けて、シナの毎日新聞不買運動を展開し、気流を大社に追い込むなど自由主義的、反軍的言論の排撃運動を展開し、地域において無視しえない存在となっていった。1936年に、 第19回衆議院議員総選挙が施行されると、新集合軍同士会から出馬し、初当選を飾った。さらに、翌年に施行された第20回衆議院議員総選挙においても、実局協議会から出馬し、再当選を果たした。この後、平沼内閣においては、海軍参与官に就任した。1940年に新体制運動が開始されると、中原は、 いち早くこれに合流し、末次信政を会長にいただき、東亜建設国民連盟の結成に参加した。中原自身は、東亜建設国民連盟長野県支部長となり、同じく新体制運動に合流していた、社会大衆党の棚橋翔子や林虎浦と共に、県内の新体制運動を主導した。体制翼3会が発足すると、中原は、 中央協力会議部副部長として、中央協力会議の運営に携わったが、体制翼3会の改装を受けてその職を離れざるを得なかった。1942年の第21回衆議院議員総選挙では、推薦候補となり、3度目の当選を果たした。当選後、翼3政治会に参加したが、1945年3月に、これを脱会し、五国同士会に参加した。 同年8月、五国同士会は解散し、中原は第二本政治会に参加したが、終戦を受けて第二本政治会は解散したため、同年11月に無所属クラブに加わった。中原は、12月17日に、議員辞職をしたが、1946年3月に、戦前の活動を理由に、公職追放になった。1951年3月1日、胃がんにより、 自宅で死去した。社会主義傾向を見せていた青年団体であるライルの幹部らが治安警察法違反により検挙された事件。幹部の一人に後に大義士となるハブ37がいた。ありがとうございます。